やっはろー、どうも、ペンキチです。もう最近本当に YouTube がね、有名になってきて、YouTube 始めようと思ってる人たち多いと思うんですよね。iPhone があればさ、カメラにもなるし、ちょっとした編集ぐらいできるし、iPhone とかスマートフォン持ってればもう YouTube なんて誰でも始められるわけなんですよね。なんですけども、まあ中には本格的にやりたい方もいるわけじゃないですか。はっきり言いましょう、こちら。まあ、ちょっとこれは iPhone じゃないけど、iPhone とかの iOS 端末だとどうしても編集のクオリティがパソコンの編集に比べると劣ってしまう。パソコンに負けないぐらいすごい編集する人もいますけど、だけどお互いのプロが編集したら、どっちがいいものできるって言ったら、やっぱりそれは紛れもなくパソコンなわけなんですよ。スマートフォンとかの編集アプリはまあ当たり前なんですけど、パソコンの編集ソフトには全然かなってはないわけです。そこでです、今回は YouTube 始めよう、またはもう始めていて、まあこれ MacBook なんですけど、こういう MacBook とかみたいに編集のためのパソコンを買おうか迷っている方のための動画のつもりです。まあ俺自身が4年近くね、こちら iPod Touch オンリーで YouTube をやってきた人ですから、 iPod で撮影して、 iPod で編集して、 iPod でアップロードするっていうね、で今は MacBook で編集しているっていう立場上を、まあどちらがいいかっていうのをはっきり言えるっていう人なんですよね。ではまず最初の動画、 YouTube 始めた時はこちら iPod Touch で始めました。これのまずいいところは、まずさ、大きさだよね。とにかくちっちゃいんですよ。俺がよくやったこととすれば、移動中の地下鉄とかバスとかいろんなところでスマホとかだったらイヤホンつないで、大体どこでも編集ができるわけなんですよ。移動中に編集がね、気軽にできるっていうのがやっぱりね、この小ささが売りでしょうから、 iPhone とかスマートフォンとかのまずいいところなんじゃないかなと思います。そして次に、まあ今もこれ俺撮影してるのは iPhone X なんですけど、さっきも言った通り YouTube の動画なんてプロじゃない限りスマホでいいんですよ、撮影なんて。今俺 iPhone X で撮った動画は MacBook に移動させて編集してるわけなんですよね。その手間がいらないんですよ、 iPod Touch、 iPhone だと。だって撮ったのはここに入ってんだから、動画を転送する必要なく、ここで撮ったものをここで編集することができる。移動するっていう手間がかからないんですよね。そして今はもう例を挙げるなら、キュートカットプロとか、そこそこクオリティの高い動画を作ることができる編集アプリがたくさん登場してきてるんですよ。そういう理由もあって俺は4年以上 iPod Touch を使ってました。まあ自慢になっちゃうけど、俺は iPod Touch にしてはクオリティ高いものを作ってこれたかなと思います。まあ今紹介した方は結構いると思うんですよ。まあつまり iPhone で編集してるよっていう人ね。今でお次はこちら MacBook。まあ今もこれ編集画面なんですけど、まず間違いなくいいところ、 iPhone とかスマホより全然スペックが高いから、編集してる最中に固まるっていうことがまずない。 iPhone とかの編集アプリで編集すると、動画が重いとね、どうしても固まっちゃうとか、ほんとイライラしてくるんですよね、固まりまくって。 iPhone 編集の経験がある方ならもうみんなわかると思うんですけど、それがないの MacBook は。そして MacBook の編集ソフト、まあ俺は Final Cut Pro っていうのを使ってるんですけど、一例を挙げるなら、 iPhone だったら一つの動画クリップを編集のタイムラインでタップして長押しして移動させることが1個しかできないんですよね。なぜなら画面上で反応する指は1本だけだから。だけどパソコンの場合はクリックがありますから、クリックで移動させたいクリップをブワーッと思いっきり全部囲っちゃえば、全部一気に動かせるわけなんですよね。まあ今言った例はほんの一部なんですけど、はるかにパソコンの方が効率がいいんですよ。なのでよくコメント欄で、ペンキチさんって一つの動画にどれぐらいの編集時間かかってるんですかって言われるんですけど、全く同じ動画を MacBook と iPod Touch で編集するっていう際の話ですね。 iPod Touch でかかった編集時間が5だとしましょう。と考えると、 MacBook でかかる編集時間はその5分の1のたったの1です。具体的な時間で表すと、編集時間こいつ5時間かかったなら、 MacBook は1時間で終わるんです。本当です、これ。それぐらい処理速度が速いし、あらゆることがいっぺんにできるし、まあ素晴らしいんです MacBook って。まあ MacBook に限らずだけど、パソコンの編集なら、まあ一気に手順を踏めるっていうこと以外にも、誰でももうわかると思うんですけど、 Final Cut Pro 編集ソフトでお値段3万円超えです。そんな高いソフトがですね、 iOS 端末とかの700円台のね、編集アプリにクオリティで負けると思いますか。めちゃめちゃ上です、こっちの方が。テキストの種類とか、画面切り替えのエフェクトとか、 3D エフェクトとか、画像に対するフィルターとかね、クロマキー合成も簡単にできるし、テキストテンプレートとかもかなり多いし、効果音とかもう何千とか入ってるんですよ、編集ソフトに。もうはるかにクオリティ上がったね、本当に。はい、今一例として、同じようなジャンルの動画の MacBook で編集した動画と iPod Touch で編集した動画を比べてもらっていると思うんですけども、どっちが MacBook で編集して、どっちが iPod Touch で編集したものでしょうって聞かれたら、まあ誰も間違えないぐらい明確に分かりますよね。そういうことなんですよ。もう見たまんまでしょ。 MacBook とかの方がクオリティは高く作れるんです。全ての差を語り始めたらめちゃめちゃ時間かかっちゃうんで、もうこれぐらいで終わります。まあ、俺が言いたいのは、 MacBook っていうのはやっぱりすごい。はい、というわけで一通り話しましたと。 YouTube を別に編集技術をバーって高めたいとかそういうわけじゃなくって、ただ撮って簡単に編集して YouTube 活動をなんとなく頑張りたいっていう方は、 iPhone とかの編集アプリで十分だと思います。それで楽しいんだから全然いいんですよ、それで。なんですけど、例えばなんですけど、僕みたいに後々は職業にしていきたいとか、動画編集ということを真剣にやっていきたいなと思うのならば、まず MacBook を買って、まず編集っていうことに挑戦してみる。それが大事かなと勝手に思ってます。真剣に動画編集技術を上げていきたいか、動画
画編集技術を高めることにあまり興味がなく、ただ YouTube を頑張って楽しみたい。あなたはどっちですか？編集用にパソコン買おうと迷ってる方は、まずそこをね、考えてみてください。自分はどちらなのか。何かまた質問等ありましたらコメント欄でお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。誰も見なきず